頬山本周五郎作寛永六年七月紀伊の徳川頼信は奥熊野の湯沼峰という温泉に湯治しさらにその付近で狩りを催した湯治といい狩りと言うけれどそれは領内の産業開発を図るための地表事情の順守が主たる目的だったのである。 狩りを終わった頼信は熊野川に沿って新宮へ下り数日にわたって海岸の在財を見回ったするとある日側近の者23だけ連れた忍び姿で出かけたがどうしてか道を誤って人下も見えぬ山の中を半日ほども迷い歩き日暮れ型になってから偶然ある 入江の上へ出た。それは荒涼たる景色だった。入江を囲む二つの岬は、吉祥たる高い切り岸で、吹きつける風のために、木々はみんな片方へ打ち伏し、白骨のような枯れ枝が至るところに見える。入江の中も尖った岩礁が散らばっていて、 激しく差し込んでくる潮流でもあるのか、絶えずさっさと波を噛んでいた。暮れ方の光のせいもあるが、目に入るものすべてが荒々しく、厳しくて、なんとなく背筋の寒くなるような感じだった。あれを見、入江の岸にある岩のこちら側に明かりが見えるが、 よりのぶにそう言われて古住の人々はそちらを見た今彼らの立っているところから少し右へ寄った丘の下に磯から続いて大きな岩が張っているその影のあたりはもう黄昏の色が濃くなっているがそこにぽつんと明かりが一つ見えていた確かに明かりのように思われる 多分、漁夫などであろうが、誰ぞ行って道の穴井を訪ねて参れ。そう言われて古獣の一人がすぐに丘を降りて行った。よほど道が険しいのであろう。目で測ったよりはずっと時きすぎてから、その自信は一人で戻ってきた。報告によると、ここは船入れずと言われるところで、 北へも南へもごりあまり行かなくては人里へ出られない。それにほとんど夜道のできない場所だから、なるべくならば下の両小屋で人を過ごしてゆくがよいだろう。そういうことであった。お渡りを願うにはむさ苦しすぎまするが、夜道の危険よりはと存じ、支度を申しつけてまいりました。 いかがおぼしめされますようや。とまやの宿もおもしろかろう。だがいかなるものが住んでおるのかもへい今と申す若い漁夫の夫妻でございます。若い夫妻頼信は立ち上がりながらいぶかしげに首をかしげた。かように人里離れた荒涼たる場所に。 なんで若い夫妻などが住んでおるのか。よを忍ぶ事情でもあるのではないか。それならば邪魔をするのは心ない技だが。大瀬ではございますが、すでに日も暮れかかりまする。恐れながら一夜の御春坊をお願い申し上げます。ではあないせよ、と頼信はうなずいた。 そして主従は険しい岩だらけの道をすでに暗くなった入り江の磯へと降りていったお今は力限り桑を打ち下ろしたかちりと硬い音がして今度も桑は跳ね返されその反動が絵を伝わって手のひらから 腕まで痺れるように思えた桑を置き手を入れて探ると尖った拳2つほどの石ころがある小石混じりの硬い土を指でかき崩しようやく掘り出してさて桑を取ると蓋起こしもしないうちにまたしても石だった曇り身の海から吹いてくる風は潮めりがしていて にじみ出る汗と一緒に着ているものまでベトベトする朝から休みなしの土起こしで足も腰も腕も関節がバラバラになってしまうほど疲れていたお今は太もも昼が近いだろうということに気づき食事の支度に戻らなければならぬと思って手を止めたくを下ろした彼女は 汗を拭いながら無意識に海の方へ振り返った。ハイネズミ色のどんよりと重く垂れた空の下で、外海は油のようにないでいるのに、入り江の中では乱立する岩礁があちらでもこちらでも荒々しく波のしぶきを上げていた。お今の目は素早く入り江の内を見回したが、 そこにいるはずの夫の小舟が見えないどうしたのかしらそう思って視線を映すと小舟は磯にあげてあり夫の姿はなかったああ、ではもうお昼なのだお今はにわかにせき立てられるような気持ちになり石を畳たたんで作った傾斜の 激しい道を走るように降りていった。夫のモヘは海に面した部屋の端にゴロリと青に寝転んでいた。遅くなってすみません。今すぐ支度をしますから。そう声をかけたが返事はなかった。この頃はそういうことがたびたびなので、格別気にもせず、お今は炉に火を焚きつけたり、 裏の駆け引きから水を汲んできたりし手まめに昼下の支度を急いだやがて貧しい食前に向き合って座った時だったモヘはトゲトゲしい調子で「おい俺はもう諦めたぞ」と言った予期しなかったことではなかったけれどお今は思わず膝を固くした どううしてそんんなことを言うんです。せっかくカジメも根付いてもう一息というところじゃありませんか。ダメだかめだカジメは根付きはしない。根付かないんですってだってあのまた現れちゃったんだ。茂へは肩をすくめた。お前には言わなかったが10日ばかり前からだった。 今日見たらもう一本もありはしない。それじゃあ、子飼いはすがりつくようなお岩の問いに、もへは投げ出すような手振りをして見せただけであった。そしてまずそうに箸を動かしながら、まるで自分を罵るような調子でつぶやいた。ここが船入れずと言われていたのは本当だ。 俺とお前の力で魚場にできるくらいなら何百年も捨てておかれるわけがない人間の力でできないことをしようというのはバカか気違いだ俺は目が覚めたよ3年の間夢を見たんだつまらない夢だったお今には答えるすべがなかった もへもそれ以上は言わず食事を終わるとまたゴロリと寝転んでしまった三年の夢そうだまさに丸三年だけれどもこれが果たしてつまらない夢だったろうかお今は裏で洗い物をしながら自分にそう問いかけてみたもへは勝浦の橋七という かなり大きな網元の三男だった幼い自分から気かぬきで魚たちと一緒に沖へ漁に出ることを好みついには勝浦の南にある大治というクジラ魚場へ行ってクラつきになろうとしたけれどもそこではクラつきの技を覚える前に悪い仲間ができかけごとに溺れてすっかり 性質をすさまませてしまった二人の兄も父もいくたびとなく意見をしたが目のくらんだようになっていた彼は耳にも入れなかったそして一発世間の見えるつもりで家を飛び出しそのまま五年の間消息を絶ってしまった。 その年月にどのような経験をしたのであろうか。二十四歳の春、何の前触れもなく、まるで流木が漂いつきでもしたように、ふっとふるさとへ帰ってきた彼は、身も心も憔悴し尽くした感じで、半年余りは病人のようになっていた。その時、彼の世話をしたのが、 お今だった彼女は八市の船で稼いでいる漁夫の娘でどちらかというと不器用な生まれつきだったが気性が優しくて誰にも好かれるそしてよく働くので評判の娘だった帰ってきたモヘイは隠居所にこもったきり外へも出ず毎日むっつりと黙って暮らしていたが お今が身の回りの世話をするようになってから、彼女だけにはぽつりぽつりといろいろの話をした。悪い仲間にそそのかされて堺へ行ったこと、大阪に一年、四国の丸亀に半年、微中から遠く長州の果てまで放浪したことなど、どうかすると懺悔でもするような口ぶりで話してくれた。 お今は綺麗な方をしているな。ある日ふとモヘイはびっくりしたような目つきでそう言った。あまり突然だったのでお今はすっかりまごついてしまった。秋になるとようやく健康を取り戻した様子でモヘイは船入れずを魚場にする計画をお今に打ち明けた。船入れずというのは 激しい潮流の差し込む入り江で中は水深も適度だし岩礁が多く魚介の繁殖にはうってつけの場所と思えるのに差し込む潮流が激しすぎるので危険なのとまだわからない理由のために魚も貝類もすまぬまま捨てて顧みられない場所だった本当にそうお考えですか お今は熱心に問い返した。実は彼女の父も常々口癖のように、船入れずはアワビとエビの素晴らしい繁殖場になると言っていたからである。それを話すとモヘイはますます乗り気になり、だがその時はお前も一緒に行くんだがいいかと決めつけるように言った。 それが婚だったモヘイの兄たちは反対だったけれど父親は喜んで承知した捨てて帰り見られなかった場所が漁場になるとすれば沿岸の漁夫のためにもお国のためにも立派な仕事である5年でも10年でも頑張れその間の米味噌は俺が貢いでやる父親はそう言って彼を励ました その年の冬には、おいまと祝言をあげた。春先には、船入れずの入江の磯に家も建った。そして夫妻はわずかな家具を持って、ここへ移ってきたのであった。どちらへ出るにもひどい山道を五里は行かなければならぬ。 辺りにはそまごやひとつなく、人の姿を見ることもない新。新婚早々の夫婦が住むにしてはあまりに光涼たる場所だった。けれど今は言いようもない幸せな、生き生きとした、張りのある日を送った。無口な模平は格別、情のある言葉をかけてくれるわけではなかったが、 人としてはじっと見つめるその目つきに重たいほどの温かな愛情が感じられるそういう時を今は決まって自分の頬に血が昇るのを抑えきれなかった「お前は綺麗な頬をしているな初めて褒められた時のことが何よりも大切な記憶として固く心にしまってあるのだった ここへ移ってくるとすぐ家の裏や熊野権現の小さな祠を建てた。お今は朝ないうなその祠にぬかづいて夫の計画が成就するよ,成就するようまた自分がもっともっと夫の愛情に値する良い妻になれるようにと心を込めて祈るのだった。モヘイはまず アワビの放食を試みた。はじめ成敗を放ったが失敗した。二度目には伊勢から取り寄せた。伊勢に産するものの方が品種が良く、繁殖力も強いと聞いたからである。しかし、それもいけなかった。次には成敗でなく、違いを試みた。三度五度、けれどどうしても岩礁につかない。 成敗はよそへ移行してしまうし違いは平滅するモヘは屈せずに今度はアワビの生態から調べ出した着床も潮流も不適とは思えなかったが食事になる海藻のないことが原因の一つだと見当がついたそしてついにカジメ類の豊富な場所には アワビがよく増えるという事実を確かめた。彼はすぐにかじめの移植にかかったが、これもまたうまくいかないのである。植えても植えても根がつかない。差し込んでくる激しい潮流のために、すぐ洗い去られてしまうのだ。お今は裏の崖の斜面に畑を作っていた。 それが彼女の受け持ちだったけれど、気持ちはいつも夫の仕事の上にあった。3年の間屈せず、たわまず、努力してきた夫がかじめさえうまくつかないのに、苛立ち始め、ともすれば不機嫌な日が続くようになるのを見て、彼女の心は夫をいたわりたい気持ちと不安とで、この頃ずっと、 休まるときとてもなかったのである3年間つまらぬ夢を見た夫がそういう気持ちはよくわかるだがここで見切りをつけたらどうなるであろうかこの仕事によって悪い仲間と別れ悪い生活から立ち直ろうとしたその努力が無駄になり勝浦へ帰っていくとすれば 夫がそこでどんな生活に戻るかは想像に難くない。いけない。ここで投げ出してはいけない。自分にとっても夫にとっても行く末の全部がここにあるのだ。どんなことをしてもここに居つかなくては。お今はそう心を決め、食事の後片付けを済ませるとすぐ一人で。 船を下ろして入り江の花へ漕いでいった彼女は前から考えていたことがあったそれは入り江の口に大きな岩礁が一つあって差し込んでくる潮を防ぐ形になっているもしそれを除くことができれば潮流の差し込む力はよほど減災されることに違いない そうだ、きっとあの岩礁を取ってしまえばよいのだそうすればかじめも根付くに違いないそう思って船を出したのであるこぎ寄せてみると岬の花から流れ込んでくる潮はその岩礁に突き当たってすさまじくしぶきを上げねじれるような本流になって入り江の中へと 巻き込んでくる。それさえなければ流れの力が半減されることは見た目にも確かだった。けれど岩礁は大きかった。覗いてみると水面下は潮流のために削られかなり大きくくびれているがそこでさえひもを回せば四五十尺はあるだろう。これが人の力で 取り除けられるだろうか。お今は一時に、そうみの力が抜けていくように感じた。目の前が真っ暗になるような気持ちだった。しかし、彼女はすぐに心を取り戻した。やってみよう。考えるだけでは何もできはしない。やるのだ。できる、できないは、やってみた、あとのことだ。雨だれでさえ、 石を穿つではないかそうだと決心をしたお今は船を戻したそして裏の崖へ道を作るために用意してきたのみと金づきとを取り出し太い砂を支度してすぐに入り江の口へ引き返した彼女は砂の一端を岩礁の尖りへ結びつけ 一旦で自分の胴を縛った。そしてのみを口にくわえて少しのためらいもなく水の中へ飛び込んだその激しい本流の中でお今がどのように戦ったかをここに描き出すことは不可能である彼女は間もなく拳台の岩のかけらをつかんで浮き上がってきた結婚して以来し、 久しく水へ潜らずにいたので呼吸の苦しさは胸郭を突き破るかと思えた岩礁へ身を持たせかけたまま彼女は随分長いこと失神したようになっていたお今が家へ帰ったのはもう日の暮れかかる頃だったモヘイは家の中で道具の荷造りをしていたお今の顔はさっと 青くなり、そこへ立ちすぐんだし膝がわなわなと震えた。模平は振り返って、お前も自分の荷をまとめておけ。明日はここを引き払うから。そう言った。お今は裏の駆けひで体を拭き気の抜けた人のようにしょんぼりと家へ入った。しかしそのままひっそりとして 動く気配もへいモヘは舌打ちをしながら「どうしたんだ嫌なのか?」と呼びかけたそして振り返ってみると妻は炉端に座っていたいつもより仕事のために炉の中に小手がいけてある彼女は今その小手を取り出してまさに自分の方へ押し当てようとするところだったああ今 と叫び、模平は飛びついていって妻の手からそれを奪い取った何をする何をバカな真似をするんだ彼は息を弾ませながら怒鳴りつけたお今は静かに夫を見返したでもここをのぞく立ちのくとすれば私はこうしなければならないんです 何のために、俺への当てつけにか。いいえ、権限様に誓ったからです。誓ったとは何を誓ったんだ。あなた、と言ってお今は夫を見上げた。涙のいっぱいたまった目で夫を見上げながら、彼女は溢れるような調子でこう言った。あなたはいつぞやこの頬を、 だだと褒めてくださいました器量も悪し読み書きもできない私にはあなたに褒めていただいたこの頬がたった一つの宝物のように思えたのです。ここへ移ってくるとすぐですから私一番大切なこの頬を権現様に捧げたんです。 私たちはこの船入れずをきっと立派な漁場にいたします。どうか私たちをお守りくださいまし、もし途中で心のくじけるようなことがありましたら、この頬を権現様に捧げますからと。単純すぎるほど単純な言葉だった。けれどそれが単純であるだけに。 お今の気持ちのひたむきな突き詰めた感情の純粋さが感じられた。モヘは目を伏せ、まるで申し訳でも言うように呟いた。けれどもここはダメだよ、お今本当にダメでしょうか。と、お今は強く問い返した。 あなたはさっき三年の夢だったとおっしゃいました。三年。私はここへ来るとき、三年や五年で魚場にすることができるとは考えませんでした。十年、二十年。もし私たちの代でできなかったら、子供に継がせてもきっと魚場に仕上げてみせる。そういう覚悟でいたんです。これまで誰も手をつけなかったのは、 たくででできることでなかった証拠でしょうそれをや,やり抜こうというには涙帝のことでないのは初めから分かっていました。だからこそ私は自分に一つしかない宝と思う頬あなたに褒めていただいたこの大切な頬を権現様に捧げると誓ったんです。 ここを立ち退くとおっしゃれば、夫に従うのが妻の道だから自分も立ち退く。けれど神へ誓ったことは破れないから、頬は捧げてゆく覚悟です。お今はそう言い、耐えかねたようにそこへ泣き伏してしまった。もへはいきなり妻を抱きしめてやりたい衝動を感じた。三年間の辛抱はむしろ 妻にこそ耐え難かったに違いない。彼はそう思いやっていた。それなのにお今の心はそれほどもたわいまぬ心を持っていたのだ。夫に褒められた頬を宝と思い、その宝を神に捧げてまでこの仕事の成就を祈っていた。俺は本当のお今を 知らなかったのだ。黄昏の色が濃くなり、片かりの白々じらとした光を浴びて、茂平はじっと波打つ妻の背を見,見守っていた。その時ふと、角口へ人の大人を声がした。道に迷ったものだが、誰ぞおるか、侍の言葉だ モヘは夢から覚めたように騒然と立って出て行ったその侍こそ頼信の孤重の一人だったのであるその夜モヘの宝屋に泊まった頼信は 萌えの口からすべての事情を聞いた。頬の下りには最も心を打たれたらしかった。だわその願書を人の力で砕け去ることができると思うか。よりのぶにそう聞かれて、お今はつつましく、しかし、確信のある口調で答えた。はい。今日は拳ほどの大きさに、 うほど打ち勝ちきました。毎日続けましたら必ずやり遂げられると存じます。三年先か五年先か、それはわかりませぬ。けれど、もう今でもあの岩礁は今日、昨日より拳うほど小さくなっております。茂兵はどう考える よりのぶにそう聞かれて彼は抵当しながら、ご検察くださるようにとだけ答えた。検察しろというか、よりのぶは微笑しながらうなずいた。よしよし、ではいずれ察しのよしを見せて使わすぞ。あくる朝早く、よりのぶは、 新宮の宿所へと立っていった。そしてそれから一月ほど経って、二艘の船が和歌山から届けられ、なお入江に沿った土地五長部を永代無念具として夫妻に賜るというお達しがあった。これが頼信の察しのよしだったのであろう。 モヘイ夫妻は船入れ図を見事に漁場にしたし頼信から賜った土地は幕末まで無念具のまま子孫たちに伝えられていた。